黄色のカポックしたままでこちらのステージに向かっております。見事に優勝いたしました大山千尋選手の入場です。はい、おめでとうございます。盛大な拍手でお迎えください。大山千尋選手優勝おめでとうございます。花束を持っての登場となります。改めましておめでとうございました。はい、それではただいまより表彰式を始めさせていただきます。まずはジュエルセブン賞の贈呈です。株式会社ジュエルセブン代表取締役社長日塚義満様より表彰状、トロフィー並びにダイヤモンドネックレスが贈呈されます。日塚様、よろしくお願いいたします。賞状優勝登録第4885号、大山千尋殿、あなたはボートレース下関開催の G3 オールレディース競争ジュエルセブンカップにおいて優勝されましたので、ここにその栄誉をたたえこれを賞します。平成30年3月20日株式会社ジュエルセブン代表取締役社長日塚義満、おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてトロフィーが贈呈されます。最後にダイヤモンドネックレスが贈られます。お休みの日に使ってください。おめでとうございました。水川様、ありがとうございました。続きまして日本モーターボート競争会会長賞の贈呈です。一般財団法人日本モーターボート競争会下関支部執行役員森永博様より優勝旗が贈呈されます。森永執行役員、お願いいたします。おめでとうございます。森永執行役員、ありがとうございました。続きまして下関市長賞の贈呈です。下関市ボートレース事業管理者山田優作より優勝賞金100万円の小切手が贈呈されます。山田管理者、お願いいたします。おめでとうございます。山田管理者、ありがとうございました。はい、それではこのまま写真撮影のお時間へと移らせていただきます。ファンの皆様並びに報道関係の皆様、ぜひ大山選手の喜びの表情をお納めください。大山選手はトロフィーを持っての撮影、よろしくお願いいたします。バックストレッチでは三つどもえの戦いとなりまして、2マークで見事な展開をつきました大山千尋選手。はい、2018年一番の笑顔を見せていただければと思います。はい、喜びのお顔、今皆様に写真を撮っていただいております。はい、こっちというねお声も飛んでおりますけれども、皆様お写真よろしいでしょうか。はい、なかなかですねシャッター音が鳴りやまないんですけれども、そろそろ皆様よろしいでしょうか。はい、それでは以上で写真撮影のお時間終了とさせていただきます。それでは優勝されました大山選手に
はい、喜びの声を伺っていきたいと思います。改めましておめでとうございます。ありがとうございます。いやすごい展開になりましたね、はいはい、今率直なお気持ちいかがでしょう。そうですね、あんまり正直意識してなかったのでびっくりでした。はい、そのびっくりなレース、はい、ちょっとリプレイを見ながら振り返ってみようと思うんですけれども、 あ、はい、あちらの、はいはい、モニターの方に移動お願いいたします。皆さんは後ろの画面の方でご覧ください。はい、スタートは幕成3対3、はい、この辺りもう思い切ってスタートはいけましたか。そうですね、最後ちょっと放りました。スタートちょっと放りました。放ってのこの出ていき方、はい、そうですね、はい、ここから左見たらいけるんじゃないかと思って、はい、握って回って、はい、で直線は捕まったので、はい、ああ一投じゃないかなと思ったんですけど、はい、まあ、でもこの辺り、はい、冷静にすごい、はい、展開が展開地いって、ここで見事に差しが決まっての戦い、はい、と思いましたけど、はい、あとのここからも抜けていったところからはどのような思いで走ってましたか。そうですね、もう2投とちょっと差が開いたので、まあ、風も強かったのでしっかり回ろうと思って、はい、落ち着いては回れました、はい、落ち着いて回ったということですね。はい、ありがとうございました。ではまたセンターの方に戻っていきたいと思います。さて今日はもう安定板がついての1日でしたが、はい、まあ、12レース、ね、はい、急に安定板なしというところで、はいはい、調整なんかはもうすぐに対応はできたんですか。そうですね、安定板がついていても今日はすごく回転が上がっていたので、その方向で調整していたので外れても、そうですね、そのままの方向性で調整ができたので、はい、私は外れた方が良かったので良かったです。はい、優勝戦はじゃあもう落ち着いて迎えることができましたか。そうですね、はい、前節ちょっとフライングを切ったので、はい、あまりなんていうんですかね、気負いせずにみたいな、はい、気負いせずにと思っては行きました。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして大山千尋選手、昨年2017年9月に初優勝を迎えまして、はい、今日でこの2回目をここ下関で、はいはい、忘れられない思い出になりましたか。そうですね、はい、すごい嬉しいです。はい、そしてこの後4月1日から芦屋の G3 オールレディースを控えておりまして、はい、お休みに、そうですね、はいはい、入られますけれども、はい、まあ、今後もたくさんのファンの方が応援してくださっていると思いますので、はい、最後に最後までお集まりいただきましたファンの皆様に一言お願いできますか。はい、今日は遅くまで残っていただいて本当にありがとうございます。前節フライングを切ってしまったのですごくご迷惑をおかけしたんですけど、その分も、今日は優勝戦走ろうと思って走りました。これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。大山千尋選手にお話を伺いました。それでは大山選手は退場となります。